上氷上鳥羽口に到着したが、いきなりルーレットで奈良線に引き戻される。そしてそこでガチ季節外れ感否めない曲をプレイして、平岡へ向かった。そしてそこで引き当てたのはなんといい、つまり近鉄名古屋線である。今回の動画はその続きから、ということで本編どうぞ。はぁ、おいふざけんじゃねえ。いい、ってことは、近鉄名古屋線だね。はい、終わった。しかも、またミスったら近くなるパターンじゃん。それむずいのよね。さあ今度は私たちが引いていくわよ。まあ、いいミス回数で四日市とか白子とか引いてあげる。また微妙な感じじゃないですか。今回プレイするのは鉄拳屋のネブルハーベストで、秋のイベントで実装された曲よ。また、季節外れな曲じゃないですか。季節感バグってんのか。最初、昨夜が微妙って言ったけど、この曲はダンカブでも有数のガチ難しいクソ譜面と言われてるらしいから。まあ20回はミスってあげることもできるわね。おお、確かにこれは難しいね。特にこの緑のおっさん兄弟ですね。等間隔に並んでて、次の緑が来るまでの間隔が短いですね。絶対京阪沿線の人しかわからんと思うが、京阪本線の土井から千林みたい。このくねくね青の奥もすごくミスりやすいから、さっきの緑と合わせてクソ譜面って言われてるのよね。まあ、今回の場合クソ譜面であればあるほど、目的地が近くなっていくのでこれはとてもありがたいのですがね。私の用意してるクソ主、全然ミスらない、嫌がらせしてるの。名古屋とか引いてやればまあ、行きやすいっちゃ行きやすいんだけど、会いに行くと多いしね。いや、普通にミスっててきた。なんかここに来て急にミスるようになったわね。ちなみにこの曲の原曲、稲田姫様に叱られるからは、風神録ではかなり好きな部類の曲だよ。まあ、バリバリ幽閉サテライトの影響受けてるんだけどね。まあ、社会最高。てか、追加曲少なくないって思ってる方いるかもだけど、これ撮ったの1月下旬だから、少し前のバージョンなのよね。さあ、ミスりにくいとこ入ってきましたが、これはどうせ、サビで譜面がエグいことになると思うので、一旦我慢ですね。またまた地獄の譜面がやってきたよ。今だいたい10回はミスってるのかしらね。ついにボスパートに突入です。なんかボスパートに入っても譜面があんま変わってる気がしないんだけど、これ私だけかな。もうちょっと難しくしてくれればね。まあそもそもレベル28じゃないからいけないのかも。あそこのルーレットで間違いないとバグとか引いてたら確定いて中川だから、この企画では曲の難易度によってかなり行き先が左右されるね。あんまりミスらないままボスパートが終了しそうですね。ってことは曲の終盤ですねこれ。まあ難しいっちゃ難しいけど、私たちって青のオツの方が来たら悲しいって言うけど、普通だったら緑のオツを難しいって言う人の方が多いらしい。ってことはただ単に私たちの感覚がもともとバグってたってこと。本当にどうしよう。私にしてはよくやったから視点切り替わるわ。ミス回数は15回ということは E15 に行くってことですね。E15 ってことは、グアナだったっけ？いや、違う。いつやかしら。めちゃくちゃ微妙やんけ。まあ大移動になっちゃったものは仕方ない。とりあえずさっき乗った電車に乗って一旦、鶴橋行こうか。まあ、早めに乗らないと伊勢朝日まで行けない気がするからな。とりあえずこの列車で鶴橋へ向かうよ。ビスタカーラクトすれ違った。思わぬところで5ポイント獲得しましたね。これはかなりラッキーだな。なんか調べたら今日は奈良モーデのイベントが開催されたらしいよ。めちゃくちゃウプ主興奮しててくさ。JR 環状線は踊り替えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。Thank you for taking Kinshasa Railway. We will soon make a stop at Tsuruhashi. 危なかったですね。実は鶴橋での火の鳥との乗り換え時間、わずか2分でしたから、その間に特急券を予約しましたよ。ということで1枚の特急カードを消費して鶴橋から桑名までの特急券を確保だよ。つまりは桑名で乗り換えて折り返していって、伊勢朝日を目指すってわけだな。鶴橋を発車です。ここから津乗り換えを経由して、約2時間の旅となります。火の鳥は鶴橋を出ると次は津までノンストップだぜ。お待たせしました。近鉄特急火の鳥をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は名古屋行き特急火の鳥13列車です。次は津に止まります。今回乗車したのは火の鳥13列車の2号車レギュラーシートだよ。地味にウプ主人生初のレギュラーシートだよ。
さあ、少しバタバタしたが、ようやく昼ご飯だぜ。てか、この日の鳥のレギュラーシートもフットレストついてて、グリーン車並みに快適だね。それじゃあ食べていきましょう。あっという間に完食、これはめちゃくちゃうまかったわ。ご飯食べてたらあっという間に大阪府最後の駅、大阪教育大前駅を通過だね。こっからは奈良県を経由するが、日の鳥は奈良県の主要駅を全部吹っ飛ばして三重県の県庁所在地、津に至るぜ。奈良県民並みだね。奈良県に突入だよ。さっき近づいてきていた線路は近鉄大阪線の急線だぜ。ちょっと迂回する形で大阪府と奈良県をまたいでいたのぜ。一部特急が停車する主要駅、大和高田を通過しましたね。ということはもう少しで大和八木ですね。横には和歌山線がいて、この区間は和歌山線と競合してて、でも相手は単線2両のローカル線で、少し勝ってる点といえば、車両の新しさくらいかな。まあ、私たちの動画でも言った気がするが、あそこは最新 A227 系線番台でほとんどの車両が構成されていて、日中は大体そいつしか見ないのぜ。京都方面の京都線から分かれてやってきた、二の口連絡線と合流したら、もうすぐで大和八木を通過だよ。大和八木は十字に京都線と大阪線がクロスしていて、とても主要な役割を担っている奈良県の駅の一つでもあります。やっぱりカーブの上に駅があるせいか、少しだけ、通過スピードは遅めだね。さあ、本日3度目の山越え区間、青山峠越えの区間に入っていくよ。大和朝倉から先は、最強の山越え区間、青山峠越えの区間になってて、地図で見たらほぼ緑。これは目に優しいね。近鉄大阪線の車両の巣窟、名張車庫ですね。ってことはもう三重県に入っていますね。三重県に入っても相変わらずの曇天だね。むしろ雨が強くなってきている気がするんだがな。伊賀神戸を通過して、伊賀上の方面へ向かう伊賀鉄道線と分岐。そろそろ本格的な青山峠越え区間ですかね。青山峠の山深い区間を過ぎて河合高岡を通過だよ。河合高岡の横には丹波前の名勝線の一市駅があるんだぜ。丹波前の路線が来たらいよいよ東海地方に入ってきたな、っていう実感が湧くね。奥にようやく近鉄名古屋線の線路が見えてきたぜ。そろそろ中川短絡線だよ。この中川短絡線は某有名鉄道系 YouTuber の上りが立ててあるのがバリ目立つことで有名だよね。そして今、中川短絡線を通り、近鉄大阪線から名古屋線へ転線しましたね。ここからは三重県の中部から北部へ北上していく形で、津などの方面へ向かっていくよ。隠れた榊原温泉口の最寄り駅、被災を通過だよ。この駅は朝夕になると一部の特急が停車するし、意外にも三重県で上位10位に入るほどの利用客を誇ってるんだぜ。まもなく津に到着します。鶴橋から1時間15分で、三重県の県庁所在地、日本一短い駅名で知られている津駅に到着だよ。この駅で後続の奥特急列車に乗り換えていくよ。この駅から桑名まで乗っていくのは22,000KACE だよ。この列車は賢島とか鳥羽とかからやってきた奥特急だな。それじゃあこの列車で桑名へ向かいましょう。ということで今回の動画はここまでにょん。まあ、うすうす東海地方に飛ばされるの分かってたけど、まさかの伊勢朝日を引くとはねー。ちなみに最近ウプ主の好きな駅ランキングの調子が狂って、伊勢朝日が1位になってるとか。とりあえずまず最初の地獄は三重県だったにょんね。ということでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などしていただけるととても嬉しいにょん。次回の動画もぜひお楽しみくださいにょん。じゃあねー。次回、東海地方を引いてしまったが、伊勢朝日に到着。雨が降っていたからなのか運悪く大きめの U ターン、しかも地味に遠い路線が、霊夢たちに襲いかかるのはさらなる地獄だった。ということで次回もお楽しみに。